サッカー J リーグの名古屋グランパスが今日熱田神宮で必勝祈願を行いました。長谷川健太監督1年目の昨シーズン、得点力不足に泣き8位に終わったグランパス。今年は新外国人ストライカーユンカー選手が得点力アップの鍵を握ります。2年目を迎える長谷川監督、18日に初戦を迎えるリーグ戦への思いとは。今年こそ優勝しようという気持ちになっています。ここまで順調にトレーニングができているというふうに思いますので、開幕までしっかりとまた準備を進めていきたいというふうに思っています。